三木市立みなぎ台小学校は、兵庫県三木市吉川町みなぎ台一丁目にあった公立小学校。三木市内では一番新しく設置された小学校である。2020年度にみなぎ台小学校が閉校し、跡地に吉川小学校が開校した。1995年、吉川ニュータウン、みなもく大が町開きしたが、当初小学校用地は、 さらちの状態であったため、団地内の児童らは、近隣の中吉川小学校へ通学を余儀なくされていた。その後、中吉川小学校の児童数の増加により分離し1999年4月に、南大地区を校区とする小学校として、児童数294名で開校した。しかし、2004年をピークに少子化により、児童数は減少傾向である。 2021年閉校。後地に吉川小学校が開校。校舎は普通教室の壁がなく間仕切りのみのオープンスペース形式を取り入れられているのが特徴である。ABC 母校に分かれ、ありがとう、吉川の3小学校で、閉校式神戸新聞。2021年2月22日、閲覧。南大小学校概要。児童生徒の入学すべき、 学校区を指定する、規則、第2条、平成16年3月22日交付、施行、中村翔吾、中村翔吾、ありがとうございます。